工事三年より、川中島の戦いと、並行して、武田信玄は、西上の信仰を開始したものの、三内上杉家臣である、長野成政が前線したため、当初は、はかばかしい結果は得られなかった。しかし、長野成政が a 禄四年に死去すると、武田軍は後を継いだ、長野成森を激しく攻め、a 禄九年九月には、美濃和城を落とし、上野西部を領国化した。 これにより、美濃和城は、大古法城氏の最前線となる。工事三年より、川中島の戦いと、並行して信玄は、西上の進行を開始したものの、元三内上杉すぎ結果新である、長野成政が前線したため、当初は、はかばかしい結果は得られなかった。しかし、成政が永禄四年に死去すると、武田軍は後を継いだ、長野成盛を激しく攻め、永禄九年九月には、 美濃和城を落とし、上野西部を両国化した。これにより美濃和城は、大五法城氏の最前線となる。元気2年12月交渉同盟が回復すると、五法城氏との争いが止まった。交渉同盟は天正7年3月まで続いた。天文16年、武田信玄は、志賀城を攻め落とした。結果、神羅軍の上野市川氏や、国保尾畑氏が武田氏に帰属した。 この戦いの結果、武田氏が西上野に進攻できるようになった。工事3年年4月、交渉、春三国同盟を結んだ武田信玄軍は、後北条氏側の要請により西上野へ進攻した。長野成政軍は、貧尻にて迎え撃つが、敗れて連軍を務めた長野成政軍は、美濃和城に退いた。武田信玄軍は、城を攻めたが損害が大きく、 長岡ゲ虎が川中島に出陣したとの法を受けて、武田信玄軍は兵を退いた。1559年、武田信玄軍は、周辺諸氏を懐従し、片岡丘陵の北の端の花高取りで陣取った。対する、長野成政軍は、若田玄へ陣取り、奇襲をもって、武田信玄軍を翻弄した。攻めあぐねて、武田軍は、陣払いをした。A63 年。 上杉謙信が関東に攻め込む。永禄三年、国宝城が、小畑の利重、げ、小畑真実不死不在時に、長野行政方の小畑景貞により乗っ取られる。永禄三年、上杉謙信の関東侵攻に乗じて、長野行政方の小畑景貞は、戸沢城を攻略すべく出兵。戸沢城の小畑真実が、武田信玄に救援要請。それを受けて、武田信玄は、 新州より、オブトラマサ、小山田信義を救援に向かわせた。上十寺付近で戦闘があり、その後武田司法は両道を立たれ撤兵する。第四次川中島の戦い発生。永禄四年十一月、長野成政が没した。長野成森が後を継ぐが、美濃は州にとって大きな求心力を失うこととなる。永禄四年、武田信玄は長野司法の小畑影貞が守る。 国宝城攻略。尾ば真実を上代とした。A65 年9月頃、安中中、重の守る安中城を攻略した。第5次川中島の戦い、発生。A67 年、武田信玄は安中忠明の守る松井田城を攻略した。A69 年9月、武田信玄が長野成森の守る美濃和城を落として、西上野を制圧する。 ありがとうございます。